こんにちは。今回はこちらセリアで購入しているミルフィムソックやこちらのカラーを使ってバッグを編んでいこうと思います。一応ね、今のところバッグとして作り上げていこうと思うんですけど、結構柔らかかったら巾着ポーチっていう形にはなるかなと思うんですけど、一応進めていきます。カラーナンバーが22番、アクリル 100%、 35g、 105m 入っています。かぎ針が4号から5号ですね。で、こういったのを使っていきます。で、中心部分から糸を取り出していくんですけど、こちらちょっと残っていたので、こちらから進めていこうと思います。で、今回は6号で編んでいきます。で、輪を作って穴の中に目を入れていきます。ここで穴の中に針を入れて立ち上がり3で進めていきます。2個目、3個目したら立ち上がり3のところにマーカーつけて、これは1目として見ていきたいのでマーカーつけて進めていきます。そしたら糸をかけて輪の中にこの立ち上がり3目長編み1目として見ていくので、これも合わせて全部で12個、今1、2個入って3個目っていう感じで数えて12個長編み編んでいきます。はい、こんな感じで今回立ち上がり3も合わせて全部で12個長編みを編んできました。そしたら糸を引っ張って中心部分を引き締めます。ちょっと締めて、で、最初の立ち上がり3目のところ、いつものようにこの鎖編みのところを取るときは裏山手前に置きて向こう下に2本かかっているところ、ここで1回だけ巻き込んで引き抜きで進めていこうと思います。引き抜き、これで1段目完成です。で、次はまた立ち上がり1、2、3して、これはまた長編み1つとして見ていくので、こうマーカー付けで進めていきます。そしたら同じ方向で進んでいきたいので、今引き抜いた同じ目のところ、ここに針を入れて、長編み同じところに2つ入ったことになっています。糸をかけて、次の目に針を入れて、この糸を巻き込みながら編んでいこうと思います。同じところに長編みを2つ。こんな感じにいつもの円の増やし方で増やしていこうと思います。で、円の増やし方は別で動画を撮っているので、そちらよかったら見てみてください。そちらの動画では細編みでご説明してるんですけど、それが長編みになっただけだし、その最初の目もちょっと違うんですけど、増やし方は同じなので、そちらよかったら見てみてください。こんな感じでその要領で好みのところまで底を広げていこうと思います。はい、こんな感じで底を広げてきました。で、今回は 1,2,3,4,5,6,7,8 段広げてきて、で、一番最後はちなみに 1,2,3 一つずつ長編み入れて増し目、 1,2,3,4,5,6 一つずつ長編み入れて増し目、6長編みを入れて増し目の段で割っています。で、これでちょっと底をサイズ測って進めていきます。大体にはなるんですけど 18.5cm ぐらいになっています。何か参考にしてみてください。で、結構ね、しっかり編めるかなと思うので、バッグに仕上げようと思っていて、で、ここから、また増し目なしで、長編み編んでいこうと思います。立ち上がり3目して、で、これもまた1目として見ていきたいので、マーカーをつけて、で、ここまでも同じ方向で進んできたので、ここからも、ここは今入れたところなので、次の長編みの頭、ここにずっと入れていきます。1つに対して1つずつ、長編みを1周編んでいきます。一周っていうかね、ここから側面1段目っていう感じで、同じように増し目なしで何段か編んでいってみようと思います。これで、まだ何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい。こんな感じで側面何段か長編みで編んでいくって言ってたんですけど、1段だけにしようと思います。で、1段増し目なしで1周編んできて、一番最後のところも長編みしたところです。そしたら、最初の立ち上がり3目。ここを今までと同じように裏山手前に置けて、向こう下2本かかっているところ。ここで引き抜いてつなぎます。で、次の段から柄を編んでいこうと思っていて、3個鎖編みをして、これを長編み1つとして見ていきたいので、マーカーつけて進めていきます。そしたら、ここの横に穴を作りたいので、鎖編みを2つ。糸をかけて、今入れた同じところ。ここに引っ掛けて、左2本、また2本。長編み1つで進めていきます。立ち上がり3目も長編み1つとして見ていくので、長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つで進めていきます。そしたらここで鎖編みを2つ。2つしたら糸をかけて、この入ってないところから数えて、1、2、3、4、5個開けて、6個目。ここに同じストットで、セットを編んでいきます。鎖編みを2つ。
糸をかけて同じ目に長編みを1つ、そしたら鎖編みを2つして、糸をかけて入ってないところから 1,2,3,4,5 個開けて6個目、ここに長編みを1つで鎖編みを2つして、糸をかけて同じ目に長編みを1つで、また鎖編みを2つっていう感じで、この繰り返しをくるっと1周最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じ繰り返しをこのセットを編んできました。でセットとセットの間はこの長編みを5個入ったことになっています。でこのセットが編めたら鎖編みを2つして、で一番最後 1,2,3,4,5 個長編みが開いた状態で立ち上がり3目のところ、そこを、まあ、前前段と同じようにこの裏山手前に置けて、向こう下2本かかっているところで引き抜いてつなげます。これで柄編み1段目完成です。で次はこの V の中から始めたいので、こういう風に糸を折って移動させます。この中に針を入れて引き抜き、そしたら立ち上がりを 1,2,3 して、これをまた1目として見ていきたいので、マーカー付きで進めていきます。で前段と同じセットを編みます。横に鎖編み2つ、糸をかけてこの V の中に長編みを1つで、これで進めていきます。長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つ、そしたら次は糸を2回かけて次の V の中に長々編みを4回していきます。こんな感じで2回糸をかけて、針を入れて糸をかけて、左2本また2本、最後2本、糸を2回かけて同じところに3個目、糸を2回かけて同じところに4個目、4個入ったら鎖編みを1つ、糸をまた2回かけてこのセットを同じところに入れていきます。こういう風に針を入れて、左2本また2本、最後2本、2回糸をかけて2個目、糸を2回かけて長々編みを3個目、糸を2回かけて4個、4個したらこのセットが編めて、このセット最初の長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つのセットと長々編みのセット、これを交互に入れていきます。なので次は次の V の中に糸をかけて長編みを1つ、1つしたら鎖編みを2つで、糸をかけて同じ目に長編みを1つで、糸をかけて次は2回糸をかけて次の V のところに長々編みを4つ、2回糸をかけて2個目、3個目、4個目で、4個したら必ず鎖編みを1つして、また3回だ2回して同じところに長々編みを4個していきます。2回かけて2個目、2回かけて3個目、2回かけて4個目、こんな感じで交互にこのセットを編んでいきます。こんな感じでぐるっと1周交互にこのセットを編んできました。で今長々編みのセットを編んだところで、で最初は長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つのところなので交互に来てるので、これでつなげてこの段終わりです。これでこう取るときは裏山手前に置けて、向こう下2本かかっているところで糸を引き出してつなげます。から編み2段目完成です。でこれでまた前段と同じようにこの輪の中に針を入れて移動させます。で鎖編みを3個して、でこれがまた長編み1つとして見ていきたいので、マーカーをつけて進めていきます。で前段前前段と同じようにこのセットを編んでいきます。鎖編みを2つ、糸をかけて同じ目に長編みを1つ、これは結局この扇形を、扇と扇の間にこう扇をこの先ずっとこう重ならないように、こう何て言うかな、交互に入っていくようにしたいので、また土台を編みます。この段は1段目と同じ編み方をしていきます。なので鎖編みをまた2つでつなげて、糸をかけて前段で編んだ鎖編みのところ、穴が開いているところに長編みを1つ、
鎖編みを2つ、糸をかけて同じ目に長編み1つ、それでまた V を作っていきます。でまた鎖編みを2つして、糸をかけて前段の V の中に V を作っていきます。鎖編みを必ず2つして、糸をかけて同じ目に長編みを1つ、でまた鎖編みを2つでつないで、前段のこの長長編みのセット、この間のところに長編みを1つ、鎖編みを2つ、糸をかけて同じ目に長編みを1つ、この繰り返しをこの段は1周最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで柄編み3段目は V をずっと編んできました。で間に鎖編みを2つ編んで、一番最後も必ず鎖編みを2つして、最初の立ち上がり3目、ここを同じように裏山手前に置けて、向こう下に2本かかっているところ、ここで引き抜いて終わります。それで柄編み3段目完成です。で次はここからここのセット編んでいきたいんですよ。でイメージ的にはこの4つの左側からこの立ち上がり4目がここになって、穴をすぐ作って長々編みを4つ入れていきます。それで立ち上がりを1、2、3、4つして、この長々編みとして見ていきます。そしたらこの鎖編み4つとは別に、鎖編みを1つこの穴の分を開けて、糸を2回かけて同じ目、まあここもね移動させますね、やっぱりここで引き抜いて、でこの穴のところからずっと始まります。引き抜いて移動させて、立ち上がりを4つ3、4、これが1つとしてまた見ていきます。マーカーをつけて、で鎖編み1つで穴をつけて、2回糸をかけてこの穴の中に長々編みを1、2回かけて2個目、2回かけて3個目、左2本、また2本、最後2本、糸2回かけてこの最後4つ目、長々編み1つ、鎖編み1つ、長々編み1つ、4つ、これがセットになるので、まあ、最後にまた足りない目はここに入れていきますね。で次はここにこの前段の V のところに糸をかけて、長編み1つ、鎖編みを2つで、糸をかけて同じ目に長編みを1つ、こんな感じでこの長々編みのセットの上は長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つ、こういう感じでずれていきますね。で次は糸を2回かけてこの V の中に長々編み、1個目、2個目、2回かけて3個目、2回かけて4個、で間は必ず鎖編みを1つして、4つできたら1つ鎖編みをして、糸を2回かけて同じ目に長々編みを4つ、2個目、3個目、4個目、こんな感じで次はこの前段の V のところは長編み1つ、鎖編みを2つっていう感じで、ちょっと糸がなくなっちゃった、これの繰り返しでぐるっと一周最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで柄編み4段目も同じようにこの交互にこのセット編んできました。そしたら今長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つしたところで、で最後は長々編みで終わりたいので、糸を2回かけて、これは1つ入っていることになるので、あと3個長々編み編んでいきます。長々編み1つ目、2個目、糸を2回かけて3個目、で3個したら立ち上がり3目、4目、ここの裏山を手前に置けて、向こう下2本かかっているところ、ここで引き抜いて4段目完成です。で次はまたこの間のところから始めたいので、まあ、ちょっとなんですけど移動させようと思います。穴の中に針を入れて引き抜き、そしたらまた1段目に戻ります。この4段セットをずっとこの交互に入れていきたいので、またこの連れていきますね、この扇が、なので全くこの1段目2段目と同じ繰り返し編んでいきます。立ち上がりを3個して、でまたマーカーをつけます。
長編み1つとして見ていきたいので、で鎖編みを2つして糸をかけて同じ目に長編みを1つ、そしたら鎖編みまた2つして、で前段のこの V の中に長編みを1つ、長編み1つしたら鎖編みを2つ、糸をかけて同じ目に長編みを1つ、またベイを作って鎖編みを2つで糸をかけて、この長々編みの間のところ、そこに長編み1つ、鎖編みを2つ、糸をかけて同じところに長編みを1つ、こんな感じで土台をまた作って、で扇をまたここに来る形になりますね。こんな感じでこうずらしながら好みの高さまで編んでいこうと思います。で何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。こことまた色の違いが出て、この出方が変わって面白いかなと思うので、これちょっと進めていきます。はい、こんな感じで側面編んできました。ちょっとね、横幅が狭いので縦長でバケツ型にしようと思います。でこのここのマーカーの上、中長編み、長編みを1つずつ入れて、その次の段、長編み1つ、鎖編み2つ、長編み1つの段から数えて 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段編んできています。でここで、まあ、立ち上がりを2つして、中長編みを1段編んでいこうと思います。まあ、これは1目として見ていこうと思います。なので立ち上がり2つしたところにマーカーつけて、で糸をかけて、ここ鎖編み2つしているので、裏山手前に置けて向こう下2本かかっているところ、ここで3本新たに糸をかけて引き抜き、で糸をかけてまた鎖編み2つ目、ここも同じように取って3本一度に引き抜き、でこの長編みの頭を長編みを取って、こんな感じでぐるっと一周、一つに対して一つずつ中長編みを入れていこうと思います。これで3本一度に引き抜き、こんな感じでぐるっと一周最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで一周一つに対して一つずつ中長編みを編んできて、一番最後のところも一つ中長編みをしたら、最初立ち上がりにここのところをまた裏山を手前に置けて、向こう下2本かかってるところで糸を引き出して引き抜き、それでこの1段編めたので、ここから持ち手を編んでいこうと思っていて、いつもと同じ持ち手をつけていきます。で割り出し方もいつもと同じで、一周が数えたら96目あったので、それを2分割にします。そしたら片面が48をさらに3分割したら16、16、16、まあ、それで割り切れるんですけど、ちょっと中を広げていきたいなと思うので、まあ一つずつ中に持ってきて、まあ、若干こう広まるんですけど、15、18、15で進めていこうと思います。でここからも同じ方向で進めていきたいので、立ち上がり2をして、これも一目として見ていきます。これが中長編み1つっていう感じで、ここから数えて1、糸をかけて前段の中長編みの頭、ちょっと右側に見えるんですけど、ここの頭を拾って2、糸をかけて3、こんな感じで数えながら、今回は15、中長編み編んでいきます。はい、こんな感じでお伝えしてた通り、15、中長編み編んできたら、ここからいつものように鎖編みで1、2、3って数えて、好みの長さ、鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みを70目で決めていこうと思います。で、いつものようにこの目が入ってないところから数えて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、今回開けるので19個目。まあ、左手でこういう風に持っといて、で、糸をかけて、この19個目。ここに針を入れて引き出して、で、いつものようにこの鎖編みを左手で持っておくと、まあ、引き出しやすいかなと思います。糸をかけて3倍一度の引き抜き。これでまた中長編みが同じように続けてこれました。で、これが1つ目ということで、また2個目。3個目っていうかで、今回は中長編みを入れていくので、同じように数えて、今回は15、中長編みを同じように編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も15、中長編みを同じように編んできて、いつもと同じようにこの半分の中で、このセットが入っているか確認します。で、入ってるので、もう片方も15、中長編み。で、18今回開けて、で、今回は鎖編み70したので、70、こちら側もして、最後まで中長編みを1つずつ、15編んでいきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして持ち手がつけてこれました。でこれで一番最後中長編みしたら、最初の目
立ち上がり2名のところ。方向に裏山手前に置きて、向こう下に2本かかっているところで同じように引き抜いて、この段完成して、で、また次の段、また中長編みを入れていこうと思うので、立ち上がり2目して、またマーカーつけて進めていきます。まあ、これがまた1つ目ということで、印をつけて、あとはこの中長編みの頭に1つずつまた編んでいきます。こうやって糸をかけて、中長編みの頭に中長編み。持ち手のケアでまたお伝えしていきます。はい、こんな感じで持ち手のケアまで1つに対して1つずつ、中長編み編んできたら、糸をかけて一番最後の1つ手前。ここに針を入れて、この状態で糸をかけて、一番最後飛ばして、鎖編み一つ目。ここだな。裏山を手前に置けて、向こう下2本かかっているところ。ちょっとねじれているかな。こうだな。この裏山を手前に置けて、向こう下ら2本かかっているところ。ここで引き出して、1、2、3、4、5本かかっているのを新たに糸をかけて、引き抜き、こうやって狭めていこうと思います。で、あと3点、同じところが来るので、同じようにして、で、あと鎖編みのところは、この裏山を手前に置けて、向こう下2本かかっているところで、引き出して3本一度に引き抜いて、中長編みを1つに対して1つずつ編んでいこうと思います。同じように最後まで編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで中長編み1つずつ編んできました。そしたら、いつものようにこの表出来上がりを見て、一番最後中長編みしているので、最初のマーカーのところ、立ち上がり2つのところを、裏山手前に置けて向こう下2本かかっているところ。ここで手前から向こうに針を入れて引き抜き。これが1つ目ということで、またマーカーをつけて、最後1つに対して1つずつ引き抜き編みを1周していきます。次はここ。針を入れて引き抜き。1つに対して1つずつ糸をかけて引き抜き。これでぐるっと1周最後まで同じように、ここも1つずつ編んでいきます。はい、こんな感じで一周引き抜き編みをしてきました。そしたらいつものように一番最後はせずに、ここで10センチぐらい糸を残してカットします。で、セット抜いて、で、この最初の目、手前から向こうに針を入れて、マーカーを取って、で、いつものように針に糸を通して糸始末をしていきます。針に糸を通したら、こういう風に引き抜いて、で、この出てきたところに戻ります。で、一回ぐっと締めて、周りと同じぐらいの目を残して、で、裏に返し返して、いつものように糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたので、糸をまたギリギリでカットします。で、また、この持ち手の中、引き抜き編みをしていきます。この中心部分から始めます。持ち手の中心部分に針を入れて、で、置いていた糸をまた持って、で、出して編んでいきます。で、裏に10センチぐらいの糸を残して、で、ここで引き出して、この状態で次の目に針を入れて、次は巻き込んで、糸をかけて引き抜き。これが1つ目ということで、マーカーをつけて進めていきます。マーカーをつけて、で、次の目にまた針を入れて、今巻き込んだので置いて、これを繰り返し、この糸がある限り、昔はしていてたんですけど、今はここに置いて進めていきます。まあ、どっちでもいいですね。これで引き抜き、針を入れて引き抜き、こんな感じで進めていきます。端の方までこうやって引き抜き編みをしてきたら、この目が入っているところも引き抜きをしています。それで、次はこの裏山を取っていけるなーっていう形で、この裏山を取って、一つに対して一つずつ、くるっと一周同じように、反対側も同じところを取って、マーカーの手前まで引き抜き編みをしていきます。はい。こんな感じで持ち手の内側も一周引き抜き編みをしてきました。で、ここまで最後まで引き抜きをしたら、ここでまた10センチぐらい糸を残してカット。で、セット抜いて、で、さっきと同じように最初の目、手前から向こうに針を入れて、で、針に糸を通して糸始末をしていきます。針に糸を通して、で、この出てきたところにまた戻って、で、さっきと同じように、周りと同じぐらいの目を残して、これは右側、で、置いていた糸は左側っていう感じで、まあ、できるだけね、同じ色のところで糸始末をしていこうと思います。で、いつもお見せしてるんですけど、こちら側ができてない方で、こちら側ができている方、結構しっかり綺麗に見えるのでおすすめしています。で、これで糸始末するところ、
まあ、できるだけね同じ色のところに返し返しでいつものように糸始末をして完成させていきます。はい、こんな感じでもう片方も同じようにして仕上げてきました。でいつものように裏をお見せしてるんですけど、裏も編み地同じ柄なので同じなんですけど、まあ、裏はね結構この長編みがたくさん入っているところはポコポコ見えてて、で表に返すとすっきり見える感じです。でちょっとねこちら側も糸を編み地を崩さないようにして糸始末してきてましたね。で表に返してサイズを測っていきます。こんな感じで表に返してきたので深さからいつものように測っていきます。この中長編み長編み1段増し目なしで編んでるのでここから底なのでこういう風に深さを測って 17.5cm ぐらいになっています。でペタンとした状態で底までも測ってみようと思います。で大体なんですけど 26cm ぐらいでね、縦も横も結構伸びるんで本当に大体なんですけど、何点か横幅も測っていこうと思います。この底のところで大体 22cm ぐらいで、間のところで 22cm ですね。で上のところで 25cm ぐらいになっています。で持ちでこの中を測っていきます。一応ね、肩からかけれるぐらい長さになっています。これで、これに測ると、36センチぐらいですね。で、持ち手の幅も一応測ると、1.5センチぐらいですね、大体。何か参考にしてみてください。で、今回ミルフィムソックヤン、同じ色でずっと編んできたんですけど、まあ、最初は長編みで、で、柄で、で、ここは中長編みっていう感じで、まあ、色の入り方が全部違って面白くなったかなと思います。な感じで、で糸はだいたいねその感覚的には2玉半ぐらいは使ったかなっていうところで、何か参考にしてみてください。こんな感じで大きさもいろいろ変えやすいと思うので、いろんな大きさで編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。